8号車森克行、川口ハンデ40。さあ森克行、最終レースの8番車、それはシリーズの主役を意味します。ここは1番人気に押されました。初戦勝利になるかどうか。スタートまで10秒前。12レースの発走でございます。5秒を切ります。スタートまで3秒前。12レース予選競争スタートしました。10メートル線はインコースから2番の岩佐、そして外から木村がぐーんと足を伸ばしてまいりました。10線からは木村が先手、そして20メートル線は下り、30メートル線は石井と横田がほぼ並走する感じ。3コーナーに向かいます。早めに動いたのは大栗、3番手に上がっています。先頭馬場雄二、2番手から木村義則が2周1コーナー先頭に上がりました。そして最終班から抜き上げてくる森克行、2台さばいて6番手、さらには広瀬、石井というところもまとめてさばこうという動きであります。ここで4番手に森克行、ちょっと前にぶつかりそうになりましたがうまく避けました。先頭木村、2番手が小栗翔太、3番手に馬場雄二、残りは4周回です。やや軌道を生み出した森に内側から巻き返してくるのは石井大輔、ここで石井が刺して3番手に上がっています。逃げるのは木村義則、2番手が小栗、そして石井大輔、森克行が続いて、さあトップ争い、ここで小栗が木村を捕まえました。残りは3周回、小栗が先頭に立ってレースの流れがさらに速くなりそうであります。さあそして追い上げ争いでありますが、石井大輔の外から森克行、外から揺さぶりながら、この4コーナーの立ち上がりでは石井の内をめがけて、さあホームスリッジ側、残り2周回で3番手に上がった。まだまだ森は余力十分という感じ。2番手は木村義則、ここを攻めに来るのは森克行、直線で切り返して3コーナーでうまく木村の足を避けながら、今3、4コーナー2番手に上がっています。先頭の小栗はまだまだ距離がある。残り1周ブルーフラッグを通過しました。ちょっと森もやや限界値に達している。3番の木村は森にぶつかりそうになって少しコースアウト。3番手は6番石井大輔、最終コーナーに向かっています。先頭は小栗、おっと森はもうタイヤが限界値に達している。まもなくチェッカーフラッグ、小栗翔太が制しました。払い戻し金です。2連勝短式、4番8番1110円、5番人気。2連勝複式、4と8の組み合わせ370円、1番人気。3連勝短式、4番8番6番2640円、7番人気。3連勝複式、4と6と8の組み合わせ390円、1番人気。